テクノライズの企画は、まあもうかれこれ2年ぐらい前から僕の方で、まあ、レインを書いてからもう4年ぐらい経ったぐらいの時に、なんとなく書きたくなって書き始めたのが、この企画で、まあ、ちょっとその自分の中で文章がある程度コンテンツとしてこういう話やりたいっていうのがまとまったところで、まあ、例のごとく、阿部君に声をかけて、こんなのを考えてんだけどちょっとキャラ作ってみないっていう話をして、で阿部君とメインのキャラだけ決めたところで、まあ、どこで作るかっていうので、あとまあ脚本家誰にするかっていうところで、まあで小中千秋と、あと制作会社でマッドハウスっていう、まあ多分アニメ詳しい人はもう誰でも知ってるような、まあ、あのメジャーなスタジオなんだけど、マッドハウスと久しぶりに仕事したいなっていうのがあって、でマッドハウスの丸山さんのところに行って、アニメやりませんかって言って、スタートしましたね。そうですね、もう2年経つんですね、うん、まだテクノで1円もギャラが出てね驚くべき払うっつってんだろう驚くべきただばだらけですよ、ね、お前が請求書出さねえからだよあ、まあそうですね、1個はまあおっさんが異常に出てくるので、あのおっさんの顔のバリエーションをここで一つ増やそうというか、まあそうですね、その絵柄にこう幅を出そうっていうようなことはありましたね。あとはハイバネで、世界としてその僕にしては非常にあの色に気を使ったというか、その綺麗な、世界で今回の話は大丈夫だと思ったんで、いろんなものをそのなるべく綺麗に描くことに、まあ、廃墟っぽいものとかあの汚れた色とかあるんですけど、でも、僕の中ではあんまりこうごちゃごちゃとその描くよりはその色色面であのものを見せる方にどっちかっていうとシフトしてて、今度は、テクノライズはどっちかっていうとその自分の得意な領域というか、一番描きやすい、まあ、タイプの画面なんで、そういう意味ではその伸び伸びとというか、ハイバネの時にこう意識して設けてたリミッターみたいなものが今回は必要ないんで、まあ書き放題というか書き込み放題というか、画面の密度を上げていくのが好きなんですけど、そのこの世界のこの汚れた感じっていうのがその密度のある画面を作るのに非常に適してるんですね。そういう意味ではだからその自分の本来の、スタイルのこう絵であの勝負しようっていう感じですね。まあ、そうするとね怖くなりすぎちゃう、ね、そうですね、もうなんかキャラクターめっちゃ怖いのようわ怖ーとかもう原案やってる俺が怖いんだもんだって人相が悪い、人相悪い修正が、まあランはキツネ面とかな、あと、ね、まああのなんか変な掛け合わせ のコートだったりとか、そうですね、うん、逆に言うと一瀬とか他のキャラクターに関して言うとその漫画っぽいディティールが全くあの似合わない世界なんで、うん、本当にあのそのデザインっていうほどのデザインは逆に、何もできないですね。ヤクザみんなスーツだし、一瀬は本当にあのダボっとした、うん、あのジャケットみたいな、ね、あのパーカーみたいなのを着てまして、でそういう中でそのだから逆に言うとその密度であるとかそのどう言えばいいのかな、そのこうディティールでその世界観を出していく、そういう記号の要素ではなくて、まあ、そういう方向ですね。まあやっぱりあの書いていた実感が一番長いんで、その主人公2人ですね、ランと一世は何というかそのあのまあ、普通にこう頑張ってやりましたね。あとのそのおっさん連中に関して言うとその難しいですね。その、まあ、まずその書き分けにやっぱり一番気を使うというか、まあ、それも人数が多すぎて限界があるんですけど、あとはその、まあ、あとメカもやったもんな。ああそうですね、生まれて初めて描いたロボットではないけどロボット的なものがそのままお茶の間にという非常にプレッシャーのある、マッドハウスはあんまメカ
やる人が考えてみるといないというか。いないね。そうなんですよね。まあスタジオの体質なんでしょうけど、まあだからってわけではないんですけど、それはまあ僕がやりたくてやった。今回安倍健なんだから。そう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 。お前が書いたらお前の。そうなんだけどさ、まあいや OK が出たんで大丈夫なんですけど、書いていた時は、本人的に気になってるんですよ。そうですね。その自分でロボット的なものを書いた経験が全然ないので、自分の書いたデザインがいいか悪いかっていうのは、その何枚も蓄積がないと、その方向性って自分で定まらないですよね。そういう意味では、そのこれで大丈夫なのかなっていう不安が非常に強かったですね。まあなんだろうな。僕はキャラクター描いた時にやっぱ気を使ったというか、その大事にしようと思ったのは、こうここにいる人たちがその生身の人間なんであるっていうことですね。その、まあそのデザインの中からさっき記号的な装飾的な要素があんまり入んないって言ったのもそうなんですけど、ここでやっている、例えば漫画の中でこれよりももっと、例えばその血がバーバー出るような描写であるとか、そのもっとそういう意味ではその流血の度合いの強いものであるとかいっぱいあると思うんですよ。でもそういうものっていうのは、そのもうその血が出るっていうこと自体が記号になってしまって、例えば痛みであるとか、本当にもう例えばもう何だろうな、その瀕死の重傷を負ってるけど、そのこう全然平気でこう戦うよみたいなことが、例えばその少年ジャンプ的な世界の中では平気でまかり通ってるわけですね。ありえねえっていう、そういうふうにそのしたくなかった。ここでやってるっていうのは、その主人公の例えばその腕を切られるっていうことに対して、本当にそれに匹敵する、そのちゃんと痛みっていうのがこう見る側に伝わるようなこうデザインというか、そのキャラクターであってほしいというか。まあそれはやっぱ僕もこだわりすぎて、まあ後から考えると前半やっぱこだわりすぎたなっていうのはちょっとね反省もあるんだけど、そのやっぱりその腕が切られたら足が切られるっていうのは、やっぱり非常にシリアスに捉えてほしかったっていうのがあって、その物語としてはテンポよくどんどんね、切られても平気さ頑張るぜってやっちゃった方がいいんだろうけど、やっぱりそこは捨てておけなかったっていうのがあって、それがまあその物語トータルの中で非常にその失ったものの代わりとしてじゃなくて、まあパートナー的な扱いでのそのテクノライズパーツっていうのが、まあ今回意味合いを非常に持つんで、その失った痛みとか、その失ってからのことっていうのを、まあちょっと丁寧に書きたかったっていうので、前半っていうのは非常にまあ暗いというか、テンポがズルズルした形の作品にはなってるけど、ぜひまあ最後まで見てもらったら、あなるほどそういうことがやりたかったんで前半必要にやってたのかなって分かってもらえるかなって気はしてるけどね。まあだから何伝えたいかっていうのは、まあ阿部君の作品と一緒で、僕の中でもやっぱりそのある程度自分なりに思う自分の中での感覚の変化っていうのが、作品の中でクリエイターたちが集まってそれを作品っていう形にしていって、それが自分の中でもどう変化する、化学変化するか分かんない、それが面白いところでもあるんだけど、それがじゃあお客さんにとって面白いかっていうのは非常に曖昧なんだけど、きっと面白いものにしたいなっていうところはあるんだけど、何を伝えたいかって言った時に特にないんだよね。自分の中でのその変わった変化とか確認とか自分の中での実験だったりするんで、それがまあさっきの早バネじゃないけど、まあなんかその見てる側にも同じような感じる部分、疑似体験でもないんだけど、なんか感じ取れてもらったりとか、ああこうかもしれないなってふと思ったりとかね、その見てくれた人の印象になんか残ってくれたら、残ってくれてなんかそこからまた動き出すアクションが彼ら、まあ、見てくれる人たちの中から生まれたりすると、もうすごいハッピーかな、僕の作品ってなんか多分そういうものでしかないっていうと、なんか参加してるクリエイターに悪いんだけど、まあなんかそういう方向の方が僕はすごい幸せな感じがするね。そうですね、まあそのラストについてはもちろん最後見て楽しみにしてくださいというしかないんですけど、まあシナリオのその小永千明さんの最終
和付近のこうシナリオ本当に非常に難産で、なかなかこう決定校が出なくてどうなるかなって心配だったんですけど、その最終的に出来上がったものに関してはなんかもうさすがというか、あのなんか本当にもう自分でまあそのハイバネであの自分でシナリオを書いたまあ経験で、あシナリオを書くっていうことの大変さであったりとか、あここまで書くにはこれぐらいの技量が必要なんだっていうことがちょっと分かったんで、その最後の2話の完成度に関して言うともうびっくりというかすげえなと素直に感心できるものが上がってきて、なんかそれが絵になるのが非常に楽しみですね。まあ、それスケジュール通り出してくれよ、俺も何も言わなかったな。まあ2ヶ月ぐらい遅れましたからね、一月半か。うん、非常にあのまあごく日本的なねヤクザっていうのがそのまあどう映るかっていうところもあるし、そのまあ男同士の戦いだったりとか、まあうん、見てくれる人に楽しんでもらえたら本当にいいなっていうふうにしか思えないんだけど、でもね最終的にその物語がだんだんクライマックスで盛り上がっていくところってまあそのなんか分からない分かんないところがあっても結構それなりに楽しんでもらえるかなっていう、僕らなりのすごいあの隠しアイテム的なね、あのいろんな敵だったりとかその仕掛けだったり、あの構想劇の中での、トラブルみたいなことは僕らなりにその飽きさせないように、まあ当然その物語の主題以外の部分でも、飽きさせないような仕掛けはいろいろ出してるんで、ぜひ楽しみに、順繰り見てもらえると、いいかなって感じかな。